日本中心分類法は、日本の図書館で広く使われている図書分類法である。最新版は、新定十版。森、清原編、日本図書館協会分類委員会改定。分類記号に、0から9のアラビア数字のみを用い、大まかな分類から細かい分類へと、順次獣術の項目に細分していく、獣神分類法の一つ。例えば、文学は、 9xx 日本文学は 91x 小説物語は913というように下の桁ほど解の細かい分類を表現する森清が流意重心分類法の体系をもとに作成したもので1928年に発表し翌1929年に間宮商店から刊行された第一版から訂正造法第五版までは 森の個人著作で戦後の新定六版以降は日本図書館協会内に設置された分類委員会が改定を行っている森もその委員の一人として改定に携わっていたが新定九版の改定作業の半ば九百八十六年に引退した日本の図書館における図書分類法のデファクトスタンダードであり二千八年の調査では公共図書館の九九十パーセント 大学図書館の92%がこれを使用している。検索や蔵書管理のための書士分類や、また請求記号として資料を書家に並べる際の書家分類として利用される。また廃下作業の効率化のため本の背表紙などに分類記号を印字したラベルを貼ることが多い。新たな改訂版が発行されても各地の図書館に普及するには、 数十年という長い年月を要する。2008年の時点では大半の図書館が新帝9版または新帝8版を使用しているが、まだ新帝7版を主に使用している図書館も残っており、新帝6版や低製造保第5版もわずかに利用されている。そのような事情もあり、新版が出た後もしばらくは古い版の増刷が続けられる。 2015年現在、冊子版では、新定10版、新定9版、新定8版の3種が販売されている。メルビル・デューイの考案した、デューイ重心分類法の重心分類体系を、用いながらも、第一軸文については、チャールズ・エミー・カッターの展開分類法に習い、それ以下の分類では、デューイ重心分類法、アメリカ議会図書館分類法など、 国内外の既存の分類を参考にし、その上で日本に関連した項目を重視するなどしている。分類記号に0から9のアラビア数字のみを用い、大から小に向かって順次10ずつの項目に分ける重心分類法である。最も大きな一軸分は類、その次の二軸分は綱、三軸分は目と呼ばれる。0類から9類までの十種に区分した表を、 類目標、二次区分、綱までの計100種に分類されたものを項目標と呼ぶ。項目標のそれぞれを同様に10種ずつに区分した。要目標は未定義のものや使われなくなったものなどもあり、950種にも満たない。以下も同様にそれぞれを十ずつ細分化していく。ただし、基本的に1から9までの9区分であり、例にはどれにも当てはまらないもの。 総合的、包括的なものを割り当てる。ある分野が必ずしも9つに細分できるとは限らないが、9つより多い場合は適宜グループ化するか、1から8までに主なものを割り当てた上で、9をその他とする。9つより少ない場合は、関連性のある別分野を本来あるべき1より1段階下げるか、あるいはさら2回の分野を便宜上一段階上げる。したがって、 分類記号の上の分類構造と論理的な分類構造は一致しない。例えば、自然科学という分野について、日本中心分類法では、本来、数学、物理学、科学、天文学、宇宙科学、地球科学、地学、生物学という6分野に細分している。しかし、これでは9区分とならないため、本来、自然科学ではない、医学をここに追加し、さらに、 生物学の中の一分野である植物学、動物学を一段階上げる形にして旧区分としている。分類記号は3桁まで細分したものを基本とし、類や綱の段階でそれ以上区分できない場合は例や例,例を補って表し、4桁以上まで分類を行う場合はピリオドを3桁目の直後に置く。また、類や綱が例であっても省略せずに記す。 いずれの場合も分類記号は整数や小数といった数値ではなく小数的に展開する。したがって913.6の場合は913.6と読む。913.6などは誤りである。対象とする資料が複数の主題を扱っている場合、中心となる1主題があれば、それを採用する。それがなく、主題の数が2個から3個であれば、 最初のもの、4個以上の主題を扱っていれば、それらの上位の主題から分類する。主題感に関連性がある場合は、基本的に影響を受けた側、因果関係の結果、上下関係にある概念のうち、上位のもの、著者が重点を置いている側、などを採用して分類する。日本重心分類法の新定十版では、本表の他に4種の一般補助表、10種の 固有補助票、相関作品、用語解説、事項作品が用意されている。過去の版では、小図書館向きや、児童用の分類表が収録されていた時期もあったが、普及せず、現在は含まれていない。双方とも、分類記号が2桁までを基本としていたが、前者が通常版の100区分表の抜粋に近かったのに対し、後者は児童用、学校図書館用に手が加えられていた。 補助表は本表に記載されている分類記号の末尾に付加するための記号を扱ったもので資料の主題、形式を的確に表現する分類記号が再目標にない場合にそれを付加することで分類記号を作ることができる。一般補助表は第一版から新定7版までは除記表という名前であった。日本中新分類法は ある基準の下で分類する際には必ず同じ記号を当てるよう設計されており、例えば地域ごとに分類する場合に北、アメリカを意味する記号は5であり、言語ごとに分類する場合にドイツ語を意味する記号は4である。そのような分類をまとめたものが除記表であり、名前の通り記憶を助けるものであった。森清はそれまで日本で考案。 制定されていた重心分類法について、第一版の橋書きにおいて、気候の重心と有害棒だけを、片岸 DC のまずいたるネモニックキャラクター、おこみていないエセ重心法であると批判し、日本重心分類法では、できる原理 DC の特色そのままを応用したつもりであると述べている。明治時代前期には、東京図書館の八文分類表が、 各地の図書館に普及したが、目録分類でしかなく、廃下法を考慮していないため、間もなく廃れた。明治末期から大正時代にかけて、各地の図書館で、次々と独自の図書分類法が制定され、1919年に、全国府県立図書館協議会で日本初の、標準分類表に定められた、山口県立図書館分類表も、 区分の不適当なところや簡単すぎる点から、独自に改定を行う図書館が増え、事実上の標準分類表とはならなかった。そのような中、森清志が1928年に、青年図書館院員連盟の機関誌、研究第一巻、第2号と、同第3号で、和洋図書教養を重心分類法案として、発表、翌年大阪の間宮商店から発行したものが、 日本中新分類法である。青年図書館員連盟内に設立された NDC 研究会の協力のもと、森自身の手で戦前に定製造法第5版まで改定が行われた。戦後、社団法人日本図書館協会が日本中新分類法を森清の個人著作から継承し、1950年発行の新訂六版から、 日本図書館協会分類委員会によって改定が行われている。新帝9版まで森も分類委員会のメンバーとして改定に携わっていた。新帝10は2004年の時点では2008年8月の観光を目指していたが改定は大幅に遅れ2015年1月下旬に発売されることとなった。2014年1月までに0類から9類及び 情報分野の試案が発表されている。戦前の訂正造法第5版までは3年程度の間隔で改定が行われていたが、新訂六版以降は十数年の間隔となっている。基本的に、旧版の利用を考慮して、第3軸分までの改定は最小限に止められているが、訂正造法第5版から新訂六版への改定の際には、 第三軸分までで400以上の変更がなされた。新定10版の改定の際には、長らくの課題であった、情報関連分野の混乱の問題について、解消に向けた方向性が示された。訂正造法第2版から、訂正造法第5版について、新定9版には、改正増補とあるがこれは誤りで、現物の表記は、訂正、補であり、新定10版では訂正されている。 背景、編集近年世界的に発達の著しい情報、関連分野であるが、いわゆる情報理論に代表される、純粋数理から、現実の現代的コンピュータや、その通信には欠かせない、電子工学まで、という科学と技術と工学の広い範囲にまたがり、さらには、それが扱うのが、現実社会のデータであるため社会科学まで、幅広い分野を結ぶ、いわゆる、 学際的な面があり、NDC のような大分類から小分類に細分化するタイプの分類法と相性が悪いという特徴がある。そのため以前からの NDC では、例、早期の下の007、情報科学から類推される法を想定化と、5、技術、工学54、電気工学の下の547、電気通信の全く離れた2箇所に、 似たような文献が分かれて分類されてしまうという問題が起きており、さらに新定発版の548情報工学が加わり複雑なことになっていた。もっぱら専門書を扱う大学図書館等、一部では NDC にほぼ従って分類していても何とかなっていたものの、日本の市区町村立などの多くの図書館では007に偏寄せする分量、需要も多く流動性が、 特に激しいコンピュータ関連書籍は別扱いとするなど対応に苦慮していたという現状があった。新定10版における議論と結論、編集新定10版では、この以前からの大きな課題の解消に向け、大規模な分類変更、諸回動を伴う近年稀な改定が検討された。整理案としては、007と008に再編する、A 案と547と548に、 再配分する B 案が出されていた。しかし、最終的には、記号上の統合は、見送りとし、観点からの区分の明確化を図ることが決められ、別法によって007、または547と548へ集中させる、方法が提供された。同様に、ロボット分野についても、内容ごとに、機械工学、情報工学、農業、 哲学などに分類されているが、現状では、現場レベルで対応している。日本の各種図書館における、日本中新聞類法の使用状況はを、NDC のみを、使用緑、NDC とそれ以外を、併用赤 NDC 以外を使用倍、その他戦前はほとんど普及せず、日本中新聞類法を採用したのは、青森県立、鳥取県立など県立図書館が数館、神戸市立、 箱館市立など市立図書館が数館、天理図書館、同志社大学図書館などの大学図書館だけであった。定製造保第2版の再版においてで約25館、定製造保第3版の序文には100優余り館と記されている。現在の日本では最も使用されている図書、分類法であり、公共図書館と学校図書館ではほぼ100%という普及率を、 誇るが、これは、1949年に、文部省が、学校図書館の手引きで紹介したこと、国立国会図書館が和漢書の分類に採用したこと、国立国会図書館が作成、配布していた目録カードに使用されていたことなどによる。あとに、国立国会図書館は、国立国会図書館分類表へ移行しているが、日本中新分類法での分類も継続して行っている。 1981年の調査では、公共図書館の99%、大学図書館の75%、専門図書館の66%がこれを採用している。2008年4月の調査では、新規受入れの一般図書のうち、和書に日本中新聞類法を使用している図書館は、公共図書館で99%、大学図書館で92%であった。 以下に、新定10の第一次区分表を示す。新定8版以降では、この第一次区分表を、類目表という。第1版では、手綱表、定製造法第2版から新定7版では、種類表であった。このレベルでは、第1版から新定10に至るまで、本質的な変更はなされておらず、以下の表のような故障の変更に止まる。ただし、 研究掲載の原案の時点では8類と9類の位置が逆であった。以下に、新定10の第二次区分表を示す。新定8班以降では、この第二次区分表を、項目表という。第1班では、要目表、定性造法第2版から新定7版では、手綱な表であった。前述のように、大規模な改定はなるべく控えられているが、このレベルでは、 定製造法第5版から新帝6版への改定の際には NDC の歴史上では最も大規模な変更があった。55鉱山工学、金属工学と56海事工学の位置が入れ替わり、55海事工学、造幣学、56最高や金額になったほか、63林業と65産業も入れ替わり、63産資業、 65林業となった。また、霊宮随筆、雑書は、霊宮郷土資料、基調書あるいは特別収書に変更された。以下に、新定十版の第三次区分表及び神8、新定八版新定九版新定十版での主な変更内容を示す。分類記号に各括弧のあるものは、新定十版では使用されなくなったものであり。 通常は矢印で指示されたものを用いる。項目名全体に丸カッコのあるものは、新定10版で削除された項目である。早期、編集哲学、編集歴史、編集電気のうち、280から287には3人以上の電気を、289には1人、または2人の電気を収める。ただし、特定主題の三人以上の電気や、哲学者、 宗教家、芸術家、スポーツマン、諸芸に携わる者、文学者に該当する一人、または二人の伝記は、それぞれの主題のもとに収める。社会科学、編集自然科学、編集技術、編集産業、編集芸術、編集言語、編集主題とする言語によって区分した後、固有補助表の言語を共通区分で細分する。文学、 編集原書が書かれた言語によって区分した後、作品の形式で細分する。総書、前週、先週には、原書の言語も、作品の形式も特定できないものを収める。作品集には、作品の形式は特定できないものを収める。一般補助表は、新定10版では、以下の4種。全範囲、または、複数の類にまたがる特定主題で、 使用可能な補助表である。新定9版では固有補助表の言語共通区分、文学共通区分もこれに含まれていたため6種であった。i 形式区分基本的にすべての分類記号に付加できる。さらに例を重ねて付加する箇所や、例を除いて付加する箇所がある。以下に一部を示す。新定七版のみ、マイナス09経済的、経営的観点という項目もあったが、 適用範囲が限定的であるため、新定発版で形式区分から除去された。IH 理区分基本的にすべての分類記号に付加できる。形式区分のマイナス0二に続けて使用する。各国、各地域の歴史の分類から第一軸分の2を取り去ったものである。以下に一部を示す。通海洋区分指示のある箇所にのみ使用する。基本的には海洋の 第四次区分以降と同じである。以下に一部を示す。3言語区分9類や030、040、050、080などで使用する。以下に一部を示す。固有補助表は、新定10般では、以下の10種。一つの類、または、一つの類の一部分でのみ、使用可能な補助表である。言語共通区分、文学共通区分は、 新定旧範では一般補助表とされていたもので、それぞれ8類、9類の全範囲で使用可能。神道各教派の共通祭区分表仏教各、宗派の共通祭区分表、キリスト教各教派の共通祭区分表日本の各地域の歴史における時代区分各国、各地域の地理、知史、気候における共通祭区分表各種の技術、 工学における経済的、経営的観点の再区分表様式別の建築における図集写真、印刷を除く各美術の図集に関する共通再区分表現を共通区分文学共通区分日本重心分類法では重心分類法という制約から必ずしも論理的に正しいツリー構造をとっていない。例えば地理区分では記号上 アイルランドはイギリスに、ベネルクス三国はフランスに含まれるように見える形となっている。香港、台湾、モンゴル国、チベットなども中国の海区分という位置づけだが、これに関して2012年には図書館が台湾に関する本を中国の本のコーナーに置いていることが問題とされ、荒川区立図書館や埼玉県立図書館では地方議員の働きかけもあり、 初夏の表示が見直されることとなった。冊子体のほか新定休版の電子版の n d c m r d f q も提供されている。記録媒体は、当初はフロッピーディスクが使用され、後に CD ロムでの提供となった。2004年時点での電子版販売価格は、図書館向けが42万円、企業等向けが100万円と、 冊子体の新定級版が6292円で、あるのに比べ非常に高額である。児童や若年層に対して、より図書館や、その分類法に親しみを持ってもらうため、日本中新分類法の1区分を擬人化、キャラクター化した例がある。ありがとうございます。